さあ本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティの NC 比嘉と大きな和村村長のねったちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組へのメッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。この放送は収録となってますので、すぐにメッセージの対応できませんのでご了承ください。はい、そしてこの番組は NC 比嘉さんが質問状を送って返信していただいた方のみ出演できる番組でございます。番組質問の内容は人生の理念、活動、失敗談、ターニングポイント、現在の活動、見据える未来、フェイバリットワードでございます。3日目の今日は、個人的なところを深掘っていこうと思います、はい、それでは NC 比嘉さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。成田ペールワンさん、改め成田達也さん、いやなので今日初めて聞いた人はそのペールワンっていう、キーワードを初めて耳にすると思うんですよね。嬉しそう。いやでもね、本当皆さんぜひとも調べてください。アクラムペールワンさんというですね、パキスタンの英雄が過去いましたもんですから、しっかり調べてほしいなと思います。よろしくお願いします。本日よろしくお願いします。えげつないですよ、振り幅が。すごい楽しいですね。だからまあこれ、初日ですね、ラベリングさせていただいて、長野ストロングスタイルなんだっていうところで、話を進めてきました、で前回ですね、いわゆるこの現在このなりわいとされている生命保険会社の中での保険営業とか人材育成、そういったところで、お話をさせていただきました、で今回ですね、実はこれ初めてです。すげー個人要素のところを掘り下げていきます初めてなんですか。初めてです。ドキドキしますねもうフリートーク、はい、そういうことです、そんな中で、まず一発目ですよ、4級アマチュア無線技師を、取得されてるっていうことで、自分も知らなかったんで、ざっくりですが、いわゆるですね、アマチュア無線局の無線設備で、次に掲げるものの操作、4級の話ですよ、いわゆる モールス信号ですね、それ以外のもの、いわゆる何なの、こう4級とかあるじゃないですか、3、2、1ってあるじゃないですか、何かっていうと、いわゆるこの電波、周波数の電波のエリアが広がっていくんですよ、扱えるエリアが、その4級ってことで、20ワットですかね、そういったところまでは扱えるんだっていう、なんですが、これなんで取ったんですか。いやこれきっかけはですね、理科の先生で滝沢美京先生って言ってですね、この人いろんなちょっとエキセントリックな実験をするタイプの人でして、教室の中に水素を充満させて爆発させるだとか、教室、はい、教室ですね、私の中学校理科の先生が結構強烈でして、これちょっと話それるんですけど、島田仁先生って言ってですね、この人も強烈で、今だったら本当にもう怒られるんでしょうけど、ちょっと怪我をして骨折をしてですね、ギプスをしている生徒が一人いたんですね、で、その生徒左足骨折してたんですけれども、ちょっと授業中に、いたずらをしたか分かんないんですけど、その島田先生の逆鱗に触れてですね、思いっきり蹴られてですね、そのギプスの部分をやばい。で、その単純な骨折だったのが複雑骨折するっていう理科の先生がもうすごいアウトローばっかだったんですよ。その中の一人が滝沢美京先生だったんですね、でその先生がアマチュア無線ちょっとみんなで撮らないかって声かけたもんですから、私も一緒に撮ったと。先生、掘ったんなんですね。そうです、先生は持ってたんですよ。先生はもう何級か分かんないですけど、アマチュア無線の、その機械も持ってて、で私も撮りましたという、そういう流れですね。そういったきっかけだったんですね、ただ本当のきっかけはあれなんですけどね、一緒に撮ろうって言ったやつが、このアマチュア無線の資格を取ったら、エッチな音声が聞こえるよわかる、あった、それ言われたから、そんなの聞けるんだと思って、そうなんですよ。でもね、聞いてみてもそんな音声は一切流れてこなかったですけどね。ですよね。CQ しか流れてなかったです。一番中二とか中学生ゾクゾクするやつ。そうなんですよ。マジかと、これちょっとなんでがっかりしましたもん、本当に。そんなですね、どっち、このアマチュア無線を取っていた成田さん、実はですね、これはもういいということなので、コロコロコミック、まだありますかね、まだありますね、その雑誌第33代名人だっていう、実際どういったあれな、投稿ですよね。投稿ですね。ペンネームでっていう、昔はね、ジャンプとかも一番後ろのところにジャンプ放送局みたいなのありましたよね。そうです、もう言ったらハガキ職人をやらせていただいてまして、もしね、小学館の方いらっしゃったら、その歴史を紐解いてもらえれば。33代で、これも恥ずかしいんですけども、ペンネームリンゴジュースというペンネームでやってまして、伝説の33代、33代名人リンゴジュース、ということでやってまして、長野、長野なんでリンゴジュース、目の前にあったものから取ったっていうだけなんですけど、なんか傑作の思い出の
一つあのこれ名人になるためには10ポイント集めなきゃいけないんですけど、はい、ポイント制なんですよ、はい、で唯一私3ポイント取ったのが、はい、アクエリアスのアクエリアスネオっていう商品が、はい、当時新発売で出てきてて、はいはい、で、まあ、コロコロなんでドラえもんがあるわけですよね、はいはい、で、まあ、スネオとですね、はい、アクエリアスネオをちょっと組み合わせてですね、アクエリアスの形をしているスネオっていうのを作ってイラストを描いて投稿したんですよ。これが唯一私が3ポイント取った作品ですね。これでも相当ハードル高いんですよね、3ポイントっていうのは。3ポイントのハードル高いですね。その一貫のというか1回の中でまあ2人か3人まで取れないぐらいの、はい、ものでしたね。確かじゃあ絵もうまいってことですか。まあ、落書き程度ですけど、はい、書きはしますね、はい、すごい何でもできますね。面白いですよね、うん、でそんなコロコロからつながってくる、はい、まあまあちょっとキャラクターチックなところがつながってくるかなと思うのが、はい、そのいわゆる熱盛、まあ、分かる人と分からない人いると思うんですけど、これ何かというといわゆる任天堂さんですよね、はい、ファミコン、はい、うん、それの今大ヒットしてスイッチですね、はいはい、その、まあ、ソフトの集まれ動物の森とか、はい、まあ、スマホ用もあるらしくて、はい、動物の森ポケットキャンプっていうのもあるらしいです、はいはい、まあ、その中でですね、まあ、いわゆるゲームの中で、はい、この無人島で実際にもう季節とかですね、いろいろ変わりながら自分で、この島を、はい、サバイブしていくみたいなところなんですが、はい、この成田さんのこの熱盛の無形画が面白くてですね、はい、お子さんと奥さんと成田さんでその熱盛の中で、はい、いろいろやったことがコミュニケーションになってるんですよ。お、はいはい、家族の中の話題が熱盛でやってるということで、はいはいはい、これ実際どんな感じなんですか。実際どんな感じかというと、はい、まあ中でやっぱり草とか草取ったりだとかですね、まあ、虫を取ったりだとか魚取ったりするんですね、はい、で、まあ、息子が小学校2年生なんですけど、はい、息子だとちょっと難易度が高いその釣りの生き物、うん、リュウグウの使いとかですね、まあ、レア度が高いようなものがなかなか釣りづらいということで、はい、まあ、私が捕まえたり、はい、まあ、あとは今の時期でしたらタランチュラですね。タランチュラっていうのはもうね、見つけた瞬間に襲いかかってくるんですよ。子供には、ね、なかなか捕まえられないですでそのタランチュラを捕まえて、私家に帰るのちょっと遅いもんですから、はい、家に帰ってそのことを伝えようと思った時に、はい、寝てる子供に伝えるためにはと思ったら、その熱盛の中の、はい、まあ、やったことある人は分かると思うんですけど、掲示板があってですね、掲示板にタランチュラ取ったよって残しておくと、はい、まあ、翌日息子がやった時にですね、はい、タランチュラ捕まえてくれたんだ父さんみたいな感じになるっていうことですね。いや、これ本当に現代の本当にいわゆるコミュニケーションツールになってますよね。名護のおじいおばあは分かりません。いや本当にテレビゲームの話です、はい、本当に単純に、はい、それが今まではいわゆるこのなんていうんですか、はい、いわゆるそこが発展したことで、うんうんうん、いわゆる時間差とかっていうところも、なるほど、時間を垣根を越えて、で、いわゆる遅く帰ってきて子どもたち寝てる、はい、話ができない、だけど共通の話題ができるので、コミュニケーションがどうしても生まれてくるんですよね、はい、その中でやっぱり家族の絆っていうのはちゃんと担保しながらできるっていうところで、面白いやり方してるなっていうのそういう感じてたんです、ね、はい、ただやりすぎると混乱してしまうところもあってですね課題ですか実家からリンゴがこの間届いたんですけど、はいはい、妻からですね、私が外に出てる時にリンゴが届いたよっていう LINE が来てですね、僕はねどっちって聞き返したんですよ。そのどっち熱盛のゲームの中でリンゴが届いたのか、現実の世界でリンゴが届いたのか、どっちか分かんなくなっちゃったんですよそれはそうっすね、はい、そういう弊害がありますんで、やりすぎには皆さん注意していただければなと思います。ちゃんと説明しないといけないですね。そうなんです、どっちかということ、リアルなやつだよみたいな、はい、そうなんですよ。いや本当はですね、本当は皆さんジョジョ話したかったんですが、これはちょっともう YouTube の方に回します。もう絶対ジョジョ YouTube 来るんですか。いやこれは終わらないですね、終わらないです。ただ最後ちょっとだけ触れたいのが、このドッジボールの審判員持ってるんですよ。おー、これ実は書かれてなかったんですか、 A 級 B 級主義どちらなんですか。 A 級だと思いますけど。いいですか、 A 級は黒のワッペンなんですよ、はい、でそれで全国の、はいはい、大会の審判員できるんですよ、はい、ドッジボールってかっこいいですよね。まあ、これもコロコロを昔読んでたもんですけど、うん、ドッジ断平という作品があります、ね、ありました。でドッジ断平のそのなんでしょうね、作品の中で、はい、君も公式審判員にならないかみたいな誘いがあってで、まあ、取ったという、まあ
まあ、それもきっかけがあってのことなんですけど、そこからなんですね。そこからですね、はい、いやもうコロコロイズ、青春ですね。そうですね、もう本当に最初の頃の僕の、はい、個性を築き上げてくれました。そういうことですよね、はい。まあ、そんなですね、まあ、今日いろいろ伺ってきたんですが、はい、まあ、いわゆるアマチュア無線も、はい、いわゆるこの学校のですね、ちょっと先生に誘われて、まあ、みんなで撮ったんだであるとか、はい、まあ、ドッジボールも、はい、まあ、いわゆるコロコロ、うん、そこを掘ったんで、そのコロコロは、はい、まあ、第33代名人で、はい、リンゴジュースだったんだというところとかですね、はい、まあ、そういったあとあつ森ですね、あつ森で、はい、まあ、ちゃんとなんていうんですか、家族とのコミュニケーションツールとして、うん、まあ、しっかり使っているとかっていう、はい、まあ、そういった個性が伺えたかなというところですね。はい、ということで、はい、次回はもうラストになりますね。寂しいですね。寂しいですね。寂しいですね。まだまだ聞きたいところなんですけれども、はい、また次回ということで、はい、そして、今回ですね、我々へのメッセージはですね、ナイスチャレンジ比嘉さんがインスタかつや .higa1980、ノートブログやっております、 katsu かつで検索お願いいたします。そして、このラジオでは聞けなかったところですね、 YouTube で、アップしますので、ネッタちゃんで検索をお願いいたします。それでは以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。